はい、こんにちは。今日はボタキムチ炒めの方作りますので、ぜひ見てくださいね。じゃあ早速材料の方紹介します。ボタバラのスライス、もやし、ニラ、白菜、生姜、玉ねぎ、ニンニク、あとキムチ、人参、あと調味料、醤油とお酒と、あと甘みつくらみりん使います。はい、じゃあ早速の方料理の方始めます。はい、オイルの方入ります。にんにく、生姜、玉ねぎ、豚バラ、胡椒、キムチ、白菜の線、硬いものを先に入れましょう。人参、醤油、好みでお酒、好みでみりん、あとポン出汁、好みで、あとニラの硬いものも先に入れましょう。はい、白菜入れます。もやしも入れます。ちょっと味見ますね。うん、おいしい。ニラ入れます。はい、豚キムチ炒め出来上がりました。じゃあ盛り付けます。豚キムチ炒め出来上がりました。じゃあぜひ作ってくださいね。じゃあねー。